なんでこの人がここまで有名なのかわからない。そんなあなたに、そう、渋谷春の書いているノート、いかにして渋谷春が有名になったかっていう記事ではないんですが、なんだっけな、 YouTube をどうやって伸ばしたかを全部書いてみたみたいな記事があるんで、読んでみるととんでもなく勉強になります。まあでもできる、そう、運だけだろうと一周することもできるけれど、もちろんね、でもそれだと君は成長しない。だってさ、自分が才能ないと思ってるやつが伸びてるのって、それってめちゃめちゃすごくない？才能あるやつが伸びるのはさ、当たり前じゃん。当たり前まあ伸びやすいのは理解できるじゃん、才能あるやつが伸びるのは。才能ないやつが伸びてるってさ、間違いなくまた別の理由があるわけじゃん。何かわからんけど、 YouTube にご了承されてんのか、世界に愛されてんのか、何なのかわからんけど、何か理由あるわけじゃん。それをわざわざ自分で、じゃあなんで伸びたのかっていうのを僕が分析して書いた記事がなんと無料で読みます。なんと無料だから、まあ運だけだろって一周することもできるけど、なんかまあそうじゃなくて、なんでこんな才能のかけらも俺が感じられねえようなやつが伸びてんだって思うと、そいつが伸びた理由を知れると、まあ別に YouTube 興味なかったらどうでもいいかもしれないけど、まあ勉強にはなります。まあでもマジでなんでもそうよ、なんかひねくれてうまくいってるやつ見て、うわあ、交渉の話してんだから。おいおい、ドマです。おい、な、え、2人いる？うわ、ジャンプ、あー、うわ、こいつが勝ったの運だけだな。運で負けたか。運いいな、あいつ。あいつ運いいわ、マジで。来たタイミングが運良すぎる。いやー、運で負けたわ、マジ。なんでも運なんだよな、結局。ああ。うんうん。うんうん。